石巻市推科地区の久宗浜海水浴場が震災の前の年以来12年ぶりにオープンすることになりました石巻市の斉藤正美市長はきょうの会見で久宗浜海水浴場を来月16日から8月21日までの37日間開設すると発表しました推科地区にある久宗浜海水浴場は 震災前は年間5000人ほどが訪れていましたが震災の津波や地盤沈下で砂浜が流出するなど甚大な被害を受け復旧工事が進められてきました復旧工事は一昨年までに完了し新たにバーベキュー広場やシャワー室などが整備されましたがここ数年は新型コロナの影響で開設を自粛してきたということです多くの方々が 海水浴に来ていただいて、石巻をさらに発信する好材料にできればと思っております。今日はこのほか、綿の波、白浜、安治白浜の3カ所の海水浴場が3年ぶりにオープンすることも発表されました。